では、こちらのシートに回答していきます。えー、まずね、この、バイでエントリーっていうところがありますけども、これは、あの、ダブルトップっていうのは、下の方に下がるリスクがあるんで、うん、あの、まあ、なんていうか、あんまりおすすめはしないかなっていうエントリーポイントですよね。エントリーを倍でするとしたら、このダブルトップを抜けて、上にもう突き抜けた時ですよね。まあ、そうなると、もうこれは上の方にずっと伸びるんで、 そんなにセンスの悪いところではないんで、この90ピップスのロスカットラインも正解になってきますけども、ここはまだ抜けるかどうかわかんないんで、ちょっとドキドキのエントリーですね。えー、それをするぐらいだったら、もう一つの動画の方をご覧いただきたいんですけども、えー、三平と、あと、包み足が出たところ、あれに目をつけてね、エントリーをすればよかったかなと。まあ、でもちょっと、気づいたのがね、あの、気づいたタイミングがありますんで、どうかなと思います。まあ、だから、 な2点全常ね、ダブルトップがこう考えられるときっていうのは、ちょっとエントリーもあった方がいいかなというふうな気がしますね。どちらかというと、決済するタイミングなんですよこれはね。うん。まあ、どうなるのかちょっとね、見ていかないといけないですけども、えっ、ー、と、ロスカットラインが、どこですかね、これ。132の970じゃないですよね。まあ、ロスカットラインまで90ピップスあるみたいなんで、えー、610ぐらいですか。 結構これはドキドキというか、今の時点でちょっと割ってしまってるんじゃないかなと。つまり、ちょっと今の時間軸持ってきますね。これですよね。ちょっと待ってくださいね。30分にしたらこれですよね。だから、二点天井が、これは下の方に向かってるような感じになりますね。ダブルトップから下へ見、みたいになりました。だからテクニカル的には、 ダブルトップななんんでで下に向かうがそのまま来てるわけなんですよただしこれね、えー、逆転して上に行く可能性あのトリプルトップの話もしましたけどもトリプルトップになると今度は下に行くよりも今回は上の方に抜けていく可能性が強いですねまあそういうふうな考察になりますえー、っとこのバイのエントリーはもしかしたらロスカットを食らってるところなのかもしれませんけどもこれはちょっとあのバイでエントリーのタイミングが早かったと思いますえー、ダブル トトップを抜けた後にエントリーだったかなと思います、ね、これはねはいまあ反省材料にしていきましょう90ピップスのロスカットラインは十分取っていたんですけども、まあ、90ピップスのロスカットラインが、まあ、必要なエントリーっていうのは結構ねあの余裕はあるんですけどもダメージがでかいということになりますんで、うん、これはちょっとロットを落とした方がいいですねまあでもトレーニングなんでこういうのを積み上げて、えー、自分の力にすることがすごく大事です じゃあ次頑張っていきましょう。もう一本の動画の方もご覧ください。